ーターはその方向を示す全ての問題について、それがリーダーの役割だと思います。オリンピックの問題が今大きなこの選挙でも関心事になっています。私は当初は東北であれだけの震災があり、福島でああいうとてつもない大きな事故があって、今この時期に慌てて東京で無理やりオリンピック・パラリンピックをやるということが果たしていいのかどうか、私はだいぶ父の思い、気持ちがありました。まだ東日本では30万人の人たちが仮設住宅に住んでいるんです。福島から5万人の人たちが県外に逃れました。電波を失い、家を失い、あるいは学校に通えなくなり、仕事を失い、そういう人たちが苦しんでいるために、東京だけ浮かれて、オリンピック・パラリンピック、それはいかが